はい、皆さんこんにちは、村長です。先日からたくさんのプラグインをまたまた導入しましたが、僕はとってもブレインワークス好きなのか、いろいろやってみたところ、そんなにたくさんのプラグインを使いこなさなくても、ブレインワークスのデジタル V3 を中心に音作りをすれば、それだけでかなりいけるなというようなことが分かりました。村長ミュージックスタジオ、結局画面に出てるようにシェイプス73のプリアンプと、画面の下にはアイドトープ RX8 のギターでノイズが入っています。そして真ん中がブレインワークスのデジタル V3 です。アコースティックギターの音を良くしたいがゆえにいろいろ買ったのですが、そんなにとびっきりの効果が出るわけではありませんでした。これはアビーロードの RS124 コンプレッサーです。もちろん一つ一つは悪くありません。このブレインワークスのフィルターなんですけど、ローパスとハイパスのたったそれだけのフィルターで、こんな感じにどうさします。これは単純なんですが、とってもいいです。いいですけど、その機能がデジタル V3 にあるのであまり用はないです。これは DBX の160というリミッターマキシマイダー、そんな感じですが、これもあまり必要がありません。これは TG マスタリングチェーンっていって、いわゆるチャンネルストリップですが、これも一つ一つはとっても素晴らしいんですが、デジタル V3 で代用ができます。ちょっと異色は、プルテックの EQP1A、そしてミッドチャンネル用の MEQ5。これは前からも使っていたので、使い勝手はいいんですが、デジタル V3 があったらいらないというふうになります。ちょっと変わったものとしては、ハーモニクスジェネレーターです。気温を原点として、2倍音、3倍音を自由にコントロールできます。これはキャラを作るのにはとっても便利なソフトです。そんなこんなで、まず元音のアコギを聞いていただきます。この音自身はそんなに悪くはありませんが、シェイプス73を付け加えることによって、もっともっと生音っぽくなります。ちょっと聞いてみてください。入れます。もちろんちょっとノイズも増えました。ハイを上げたことで生っぽくはなりましたが、ノイズ音が出たということですね。そしてギターのキュッ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 鳴る音とか、ピッキングのノイズも増えてしまっています。その辺を処理していきます。入れます。ちょっとノイズだけを聞いてみます。このノイズを取ることができます。このピックノイズも聞いてください。この生っぽくなった音、そしてノイズを
若干取って、その後デジタル V3 で処理をしていきます。かなりクリアになりますね。もうちょっと低音を出します。もう少しアウトプットを上げます。もうかなりいいですね。この辺りをもうちょっと落とします。ちょっとバイパスします。入れるととっても落ち着きます。このベースシフトとプレセンスシフト、これを触るだけでEQ の苦手な人も一発で思い通りになります。低音もうちょっとカットします。全体をバイパスします。入れると耳についていたところが取れます。もう少し迫力を出すためにMU と読みますが、 MU このコンプレッサーを入れてみます。バイパスします。音像がはっきりしますね。ということで、たくさんのプラグインを購入しましたが、僕はやっぱりブレインワークスがとっても自分の使い勝手には合うような気がしました。皆さんもいろんなプラグインを試す機会があったらやってみてください。そしてこのブレインワークスのデジタル V3 は僕の一押しです。村長でした。